ポーハタン軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,046人であり、2000年の22,377人から25.3%増加した。軍庁所在地は未編入の町ポーハタンであり、同軍に法人化された町はない。ジェームズ側が北の境界をアポマトックス側が 南の境界を流れている。軍名は、イギリス人がジェームズタウンに入った1607年当時、海岸部に住むワルゴンキン五族インディアンの強力な部族連邦を統率していた大酋長ポーハタンから取られた。昔からこの地域は、モナカン族が占有しており、1700年にフランス人ユグノーの避難民が、マナキンタウンと呼ばれたモナカン族が放棄した集落に入った。 ポーハタン軍は21世紀初期に入っても、田園と郊外の風景を残しており、リッチモンド・ピーターズバーグ地域のアメリカ国道65線に、沿い、リッチモンド市の西に位置している。都市圏としては、リッチモンド大都市圏に属している。ケスウィク本館17世紀に、ポーハタン軍となった地域に、ヨーロッパ人が到着する以前、ピードモント大地にはインディアンが住んでいた。その中でも、 スーゴを話す、モナカン族は、植民地人がマナキンタウンと呼んだところの西に集落をいくつか持っていたと記録されている。この部族など、スーゴを話す部族は、昔から海岸地域に住むアルゴンキン語族のポーハタン連邦所属の部族と競合し、紛争を起こしていた。北から、イロコイ族の襲撃を受けることもあった。17世紀が終わるまでに、 モナカン族は戦争と病気で数を減らし、他の数語族に吸収されていった。1700年、700内し800名のフランス人ユグノーが宗教的迫害から逃れ、ロンドンからジェームズタウンに4隻の船で渡ってきた。彼らはイングランド王から土地の払い下げとローアーノーフォーク軍への入植を約束されていた。彼らの多くはロンドンの商人と職人であり、ロンドンは フランスのカトリック教会から逃れてきた者たちで溢れていた。ジェームズ川沿いのタバコプランテーションは商品を船で積み出す必要があったので、船の航行上限である滝船より、上の地域にはまだ入植が進んでいなかった。バージニア植民地総督フランシス・ニコルソンは、ノーフォーク地域が不健康であると主張し、また裕福で影響力あるプランテーション所有者のウィリアム・バードが、 ジェームズ川の滝線より上流約20マイルにあったモナカン族の放棄した集落マナキンタウニへの入植をフランス人ユグノーに提案した。イギリス人開拓地にとってはバージニアインディアンからのバッファーが望まれ、またバードは自分が所有するその地域の開発を期待していた。滝線より上の地域は後にリッチモンド市となりバージニア州の州都になった。 フロンティアでの初期は厳しいものだった。マナキンタウンに入植したフランス人390人のうち1705年までそこに住んでいたのは150人に過ぎなかった。極端に孤立しており物資は乏しく当初はフロンティアから工作地を切り出すのも大変だった。彼らはモナカン族が切り払っていた土地を使うことができた。多くのフランス人は最初の季節に死んだ。 1705年までにイギリス人が住む開拓地の外にある農園やバージニアの他地域に移り住む者が多かった。1750年までに彼らはマナキンタウンからいなくなった。フランス人は植民地バージニアで自立し、同化するようになった。最終的に英語を習得し、余裕のある場合はアフリカ人奴隷を購入し、この地域やさらに西部にいる。 イギリス人子孫である農園主家族と結婚した。ユグノーの子孫の多くは他のヨーロッパ系アメリカ人が行ったようにピードモント大地の西に移動し、さらに西のアパラチア山脈を越え、また海岸線を進んでテキサス州に入植した者もいた。現在のバージニア州道288号線と道711号線は元の町の約1マイル東を通っており、 そこに建てられた4番目の教会である1895年建築のユグノー記念礼拝堂と記念碑がユグノー教会によって維持されている。アメリカ合衆国国家歴史登録財にも指定された。さらに、1953年に近くに建てられたマナギンエピスコパル教会が地域の信徒のために礼拝を続けている。1777年5月、バージニア州議会が カンバーランド軍の東部、ジェームズ川とアポマトックス川に挟まれた地域を分離して、ポーハタン軍を設立した。軍民は、ポーハタン連邦の大州長ポーハタンにちなんで、軍名をつけた。ジェームズタウン入植時に、ポーハタン州長は、海岸部のアルゴンキン五族をまとめ、その数は約3万人に達していた。ポーハタンは、開拓者が有効的に感じた。 ポカホンタスの父だった。ポカホンタスは捕まっている間に、キリスト教を受け入れ、イギリス人、ジョン・ロルフと結婚し、バージニア初期家系の多くの先祖となった。ポーハタン軍が設立されてからの2年間、モス・ビー・酒場が軍庁舎になった。1778年に新庁舎が建設されると、その側の地域は、アメリカ独立戦争の軍人チャールズ・スコットにちなみ、 スコットビルと命名された。1792年にバージニア州の領域からケンタッキー州が作られるとスコットが州知事に選ばれた。軍庁舎がある場所は後にポーハタンと名付けられた。18世紀後半から19世紀初期、フロンティアが西に移動するにつれて、プランテーションが拡大し、軍は発展するようになった。自作農が土地を購入しやすい、広配置に入るようになった。 大型農園主は多くのアフリカ人奴隷を使ってタバコを生産し、後には小麦など多種の作物を作った。第二次世界大戦が終わるまで軍は農業経済に依存し続けていた。現在でも田園部があり、歴史的なプランテーションもあるが、郊外部の住宅開発とそれに関わる小売業と共に発展している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 群域全面積は262平方マイルであり、この内陸地261平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.43%である。ジェームズ川が北の境界を、アポマトックス川が南の境界を流れている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。